ジャンピエール・ベンバ・ジャンピエール・ベンバは、コンゴ民主共和国の政治家。2003年から2006年まで、コンゴ民主共和国の副大統領を務めた。2008年、国際刑事裁判所に人道に対する罪の容疑で起訴されたが、2018年6月控訴審で、無罪判決が下った。ベンバは、コンゴ赤道州北部ボカダで生まれた。父親は、 当時のモブツセセセコ大統領に近い富裕な政相で、ベンバは父から事業を引き継ぎ、放送局などを経営する富豪となった。モブツ政権が崩壊してから1年後の1998年、ウガンダの支援を受けて、反政府勢力であるコンゴ解放運動を組織し、権力の空白ができていた記事の北ウーバン議州で、武装放棄。 モブツの宮殿のあったバドリテを制圧し、ここに拠点を置いて武装闘争を展開した。MLC は、今後国内や北に隣接する中央アフリカ共和国の内戦で、略奪や住民の虐殺を行った。2002年に、ジョゼフ・カビラ大統領と今後国内の核、武装勢力との間に和平が成立すると、ベンバは4人の副大統領のうちの1人に就任した。しかし、 閣内で、ベンバは、カビラ大統領と激しく対立し、2006年の大統領選挙に、ベンバは、カビラの対抗馬として出馬。ベンバは、排外主義を煽り、東部出身でルーアンダとつながりの深かったカビラを攻撃した。この主張は貧困層を中心に、かなりの支持を集め、ベンバはカビラに肉薄決戦投票にも連れ込んだ。この際、 ベンバ派とカビラ派の間で選挙結果をめぐって、武力衝突が発生し、20人以上が死亡した。決選投票で、ベンバはカビラに敗れ、ベンバは開票の不正を訴えたものの、数日後に、結果の受け入れを表明した。しかし2007年、ベンバは、紙幣の解散に抵抗して、武装を放棄し、敗れて亡命した。2008年5月23日、 国際刑事裁判所が人道に対する罪の容疑で弁馬に対する逮捕状を公開。弁馬は滞在中のベルギーでベルギー警察により即座に逮捕された。2018年6月控訴審で無罪判決が下った。AB、ルポシゲン大陸アフリカシラトイチ東洋、経済振興者 P172-2009 年8月13日。 発行 AB 元副大統領 ICC 逆転無罪紛争時の性暴力毎日新聞2018年6月15日閲覧ルポ資源大陸アフリカシラトケイチ東洋経済振興社、P1812009 年8月13日発行ありがとうございます